だいぶ膨らむね。うん、扇風機ついてる。バッテリー。おはようございます。今回はですね、夏の暑さ対策でうちが実際にやってたことについて解説していきたいと思います。はい。で、今ですね、こういった扇風機がついてる服とかが売ってるんですよね。はい。これはうちの父がもらったやつなんですけど、もうね、ハウスの中でもこれは快適です。一番快適かもしれない、今まで試した中で。はい。で、これはですね、長袖を着てても全然涼しいですね。で、中にこういうバッテリーが入ってるんですよ。充電できるバッテリーで、スイッチを入れるとですね、はい、こうやって服の中でね、もう空気が回ってくれるので、すごいこれは涼しいです。ハウスの中でもおすすめですね。はい。若干このバッテリーが重いんですけど、重いけどもうね、その重さに勝てるぐらいの快適さがあるので結構いいですね。で、こちらはですね、これも似たような感じで、はい、ここにスイッチがあるんですけど、4段階ぐらい、今これ風がついてるんですけど、はい、これもね、首にかけたりできるんですけど、これはどっちかというと車の中とかそういう動いてない時の方が効果があるかもしれないですね。動いてる時とか仕事中は首にかけてると若干ね、やっぱりちょっと手の邪魔になることがあるので、仕事の時は使ってないですね。はい。で、あとはたまに畑の様子とかでアップすることがあるんですけど、このパラソルとかを使ってます。はい。これだけで全然もう持ち運びとかできるし、パラソルがあれば外の仕事は快適ですね。はい。まあ、よく見かけると思うんですけど。で、前にですね、やってたのはタオルに保冷剤を巻いて、まあ、首に当てて仕事をしてたことがあるんですけど、これも結構熱中症対策になります。20代前半の時、ハウス会社で研修してた時はこれを常にやってました。はい、タオルに巻いて保冷剤を。はい。はい。それからですね、ハウスの前にこのでっかい冷蔵庫がうちあるんですけど、もうね、夏はやっぱり冷やしておかないとすぐね、もう暑くなっていっぱい汗かいちゃうので、少しでも熱が下がるように、はい、まあ、ジュースとか水、ある時はアイスとか準備してます。はい。はい。あとはですね、ハウスの中とか循環線を回したり、この遮光ネットをしたりして、まあ、だいぶ影になってると思うんですけど、それで暑さ対策をやったりしてます。でもね、作物を入れたらなるべく影にしない方がいいんですよね。根っこが張らなかったり、作物が細く伸びていたりするので、トマトのハウスとかはもう遮光ができないので、まあ、やっぱりね、水分補給をしっかりしたり、暑さ対策、熱中症対策は、まあ、
ね、自分自身で、ちゃんとやってるような感じです。よかったら参考にしてみてください。ということで、またチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。